皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。集まる動物の森のアップデートにて新住人が追加されましたが、早速大人気となっている新住人がいるそうです。ということで今回のゲームニュースは、集まれ動物の森ミッチェルが早くも人気爆発。中性的な魅力でプレイヤーを虜にする3500万ベルの男。記事はオートマトンより引用しています。集まれ動物の森において早くも新世代のアイドルが生まれているようだ。任天堂は11月4日同作にて最新アップデート VR2.0.0 を配信した。同アップデートでは新コンテンツが多数追加されている。喫茶ハトの巣の回転屋カッペイによるボートツアーが登場し、バニエルの島もリニューアルされた。さらにマイルで交換できる景品も様々なものが追加され、カメラのバージョンアップ、模様替えプロライセンス、マイデザインパターンプラス、カメラアプリプロといった機能が注目を集めている。数々の追加要素が話題となる中、同じくユーザーの熱い視線を集めているのが新住民の登場だ。今回のアップデートによりこれまでにない新たな住民を無人島に呼べるようになったのだ。とりわけ脚光を浴びているのはウサギ住民のミッチェル。ミントカラーと大きな瞳が特徴的なニューカマーだ。ミッチェルは配信前の予告時からそのキュートさが反響を呼び、一躍人気者に。またその中、性的な外見から性別についての議論も大きな話題をさらうこととなった。 SNS 上では運よくミッチェルとの出会いを果たした人々の歓喜の声が散見される。多くのユーザーは今回のアップデートに合わせて発売のアミーボカードでの呼び込みを期待しているようだ。しかし中にはキャンプサイトで早くもミッチェルを引き当てたと有豪運を見せるユーザーも存在。ファンアートも多数制作されており、早くも新たなアイドル誕生を感じさせる。また動物の森ポケットキャンプでもミッチェルが登場しており、そのキュートな姿でプレイヤーを虜にしている。とはいえ集まれ動物の森において人気者の登場には常に影がある。いわゆる人身売買問題だ。本作では2020年から人気住民のアミーボカードの転売が問題視されてきた。現在大手フリマサイトメルカリでミッチェルを調べてみると、すでにアミーボカードが3000から8000円程度で販売されていることが確認できる。アミーボカード定価は1パック3枚入りで330円、法外な価格で転売されているわけだ。海外においても同様で、EC ネットオークションサイトeBayでミッチェル含む新規住民を販売中。また転売とは異なるものの、集まれ動物の森内トレードプラットフォームノーカゾンでもミッチェルがホットに。現時点でのトレード相場はマイル旅行券500枚もしくは3550万ベルとなっている。ちなみに同サイトでは同じく新住民吉野も高騰中。こちらは相場マイル旅行券813枚5750万ベルであった。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。おそらく日本最速でミッチェルが島に来てしまった。アプデしてキャンプサイトに人いたからまさかと思えば、アミーボカード買えなかったけど離島ガチャしたら一発でミッチェル出た。アミーボのミッチェル4000とか6000とかむっちゃ高額で転売されてるやん。絶対ミッチェルのアミーボ2万ぐらいで転売されてるよね。でも離島のランダムにかけるのって果てしなすぎる。誰かマイル旅行券50枚ぐらいで交換してくれないかな。
今回のアミーボカードに限っては数が少ないのと前よりバラバラに入れてくれてる感じがしてるから、任天堂ストアで買った方が絶対いいと思う。私は元からストアで買ってたけど、今までメルカリとかで買ってた人は絶対普通に買った方いい。ミッチェルすぐ出る気がする。転売ヤーに儲けさせないで。純の初動が3万円くらい、プレイヤー人口減ってるだろうけど、ミッチェルタンはそれ以上いきそうだよな。ここの値段で今後も転売ヤーがアミーボに手を出すかどうかが決まるんよ。全然上がらなかったり売れなかったりすれば、次からはあの人たち買わないので。アミーボカードの開封ツイート見てると、ミッチェル必ず出てない、必ず入ってるマンなの。でも未だにメルカリとかで転売高額で買ってる人いるみたいだし、アミーボカード買った人はミッチェル普通に手に入れれて、発売日にアミーボカード買えなかった人が転売ヤーから買ってるのかな。ミッチェルのアミーボカード転売で荒れてるとは聞いていたけど、中古カードショップの買取価格もダントツ1500円で強いなと思った。なおブーケ1700円、ビンタは1800円、イチゴウが2000円というより強者たちもいた。この見た目で男の子で、しかもキザ系じゃなくぼんやり系なミッチェル君、絶対人気出るやろなって思ったら、案の定早速アミーボカード転売で回ってるみたいで。くさ、アミーボ購入のツイートでミッチェルとかジャックとか人気キャラがバンバン出てるの。人気キャラカードを十分に供給してやんよっていう任天堂さんの高額転売に対する圧を感じる。お仕事してる間にミッチェル等の値段がメルカリで最終的にこのくらいの値段だろうなって思ってたくらいに下がってる。転売ヤーザマー、あつ森でアミーボカードガチャ爆死とか転売とか若干世紀末なことがちらほら聞かれるようになったのだけど、いつ何時でも確実に推しに会える動物の森はあるんですよ。チャチャマル、ジャック、果てはミッチェルさえもね。ポケモリって言いますけどね。あ、一部だけしかいないのはご勘弁。今日動物の森アミーボカード第5弾をお一人様に点限りだったのですが、連番を渡されるのでなく、お店が転売対策として商品をレジ袋に入ってある状態で2パック自分引きしなければいけなかったので、半ば諦めて選んだのですが、なんとミッチェルもジャックも来てくれました。よかった。一つだけ変えたアミーボカード、まさか一発でミッチェル引くとは思わなかった。もちろん転売なんてしない。ミッチェル高額転売か、そこまでしてほしいもんなんかな。無課金税にはわからない境地。以上がネットの反応でした。ミッチェルのアミーボカードが高額で転売されているようですが、皆さんはくれぐれも買わないようにお願いします。かぶったから売るというのは自由ですが、転売することを目的にアミーボカードを購入することはやめましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。